コロンボ。はい、コロンボさんです。さあ皆さん、一体いつになったら来るんだと、何のことかわかりますね。そう、ポピープレイタイムチャプター3です。もうね、来ませんね。チャプター2は去年の5月ぐらいに確か出たんですが、今年はね、出なかったですよね。コロンボさんももうすっかりガードンバンバンばっかりやってるんですが、もちろんポピープレイタイムずっとずっと待っています。ちょっとずつね、考察動画を上げてるんですが、もう早くやっぱゲームしたいですね。なので今日はですね、その待ちきれない気持ちをファンメイドのポピープレイタイムチャプター3を見ることで少し抑えていきたいと思います。はい、じゃあコロンボさんがね、ファンメイドのチャプター3を見ていく前に、コロンボさん、チャンネル登録者数30万人を目指しておりますので、皆さん、私も僕もチャプター3が楽しみだっていう人がいたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ見ていきます。でね、まあ前もね、ファンメイドのチャプター3は見たんですが、またね、今回は別のいろんな映像を見ていこうかなと思います。はい、まずこちらのチャンネル、もっちゃゲームズ TV もっちゃゲームズ、このね、もっちゃゲームズっていうね、チャンネルはね、すっごくクオリティの高い映像をね、作ってて、なんか公式もこのね、チャンネルの技術をね、なんか評価してるみたいな感じなんですよ、実は。はい、タイトル、ポピープレイタイムチャプター3ゲームプレイプラスメインメニュー。わかんないけど、じゃあ見てみましょう。完全に、あれだね、チャプター2のメインメニューだね。そういうこと？レッツプレイ！あ、ゲームしてる感的な感じで始まるわけだ。どうした？何を迷ってるんだ？早くゲームプレイを押してください！ああ、やった。ああ、すごい！ほら！ Whispers are Daisy！ うわ！デイジーのつぶやき？ After アベドベンチャーテイカークラッシングラン。あ、やばい。わかんないけど。ああ、読めない。まあ続きってことでしょ？チャプター2からの。すごいね。さすがだわ。もっちゃゲームズすげえわ。おー！え？マジでゲーム画面っぽい。列車が、ほら、破損してるとこから始まってんだわ。おー！ほら！あ、こっから出る感じにしたわけね。すごい。なんか音ねえけど。あー、音あった。なんで音なかったんだ？まあいいや。すごいリアルでしょ？すごいよね、このもっちゃゲームズさ。あ、完全に続きからって感じになってるね。あ、なんか、エレベーター、え、あ。終わった。早すぎるって、それは。いや、こっから感あったよ、今。ちょっと、またその続き超気になる。いきなり終わったやん。すごいスピードでさ。え、これ続きは？ちょっと待ってね。はい、ちょっとわけわかんないぐらいハイスピードで終わっちゃったんで、続きじゃないんだけど、ちょっと長めの1分ぐらいあるやつ見つけました。ポピープレイタイムチャプター3ロープウェイ。ちょっとじゃあ、わかんない。見てみましょう。さっきのだけじゃちょっと物足りないんで。いきますよ。レッツプレイ。あー、でもなんかいろいろ進んだっぽいね。あの間に何があったんだよ。ロープウェイだ。あ、なるほどね。これに乗って、どっかに移動するわけだ。左腕復活しとるし。何があった？まあ、いいや。やっぱなんか出てくるでしょ、絶対。絶対なんか出てくる。気をつけて。橋をかければよくない？このロープウェイだったらさ。他とか行く場所ないね、これ。なんでここに橋をかければいいのに。まあいいや。ああなんか、え、あ、マスク、やばい、ほら、ポピーガスだ。今、マスクかぶったよね。やばい、何が起こってんの？なんで爆発してんの？どうせ押しちゃいけないボタン押したんでしょう。どうした？あ、やばい、なんか、時間切れで倒れたみたいな。ガスマスクはやっぱりほら、使える時間は限られてるかもしれませんね。チャプター3でも。使うかわかんないんだけどね。多分使うと思うんだよね。アイテムとしてガスマスクをね。チャプター3は。ああ、また始まった。ああ、終わった。何なの？なんかミニゲームみたいにやってる。簡単だな、その。あ、なんか、アイテムゲットした。どっかに入れんだ。あ、わかりやす。絶対そこに入れるやん。謎解きゼロかよ。めちゃめちゃ歪んでるんだけど、廊下が。あ、なんかどん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 先進んでいくね。あ、外に出れる？あー！外に出れる方、痛そう。なんか、あ、なになに？あ、ポピーちゃん？見えない見えない。え？こんなになってるから見えない。今、ポピーちゃんっぽいのいたね。あー、終わった。いやー、目まぐるしいわ。オッケー、まあ、次行ってみましょう。
はい、次、こちらもね、有名ですが、バギーワギー。え、これ有名ですよね。はい。ポピープレイタイムチャプター3、ザ・マーシー・シスターズ、ニュートレイラー2023。おーん。マーシー・シスターズっていう、新しい敵が出てくるのかな？まあ、いいや。ちょっと見てみましょう。レッツプレイ！あ、これあれじゃん、プロジェクトプレイタイムのさ、トレーニングルームの、1006の声やん。あ、なにここ？やばい！なんかすごい、見えない見えない。ぼやけてるぼやけてる、メガネメガネ、誰かメガネ拾って、なんかいた今、何の声、やばいやばいやばい、あー、騎士だ、何してんの、あ、見なかったことにしたの、こうやって、うわやばい、106ハンド使ってる、何めちゃめちゃでかい、あ、何こいつら、やばい、デイジーのシスターズってこと、え、やばい、なんかグランだ、いなくなった、ミートミーインカフェテリアで会おう、だってやべえ、ダディも出るわけ、やばい、デイジーシスターズいろいろ出てきてるよ、すごい、大丈夫か、何が出てる、あこれあれだ、ベイビーロングレックスじゃない、やばい、ハギーワギーハギーワギー、おー連れてかれた、これが気になるわ、あやばい、ほら1006ハンド使ってる、1006を操作できる的な感じなのかも、何これ、あ、マミ、やばい、なんかすごい魔術やってるこいつら面白い、やばい、気持ち悪い、キリービリーかな、何が書いてあるの、メッセージいっぱいある、 I can't reset this、 あ、やばい、ガスマスクだ、ガスマスク取ってほら次につなげようよ、ああデイジーシスターズやばい、ちょっとデイジーシスターズ見たいんだけど、あ、待って、あーいいのある、デイジーシスターズはなんかさ魔女っぽいよねなんか作ってるよね鍋で、これはもう別ゲーやんいやチャプター3デイジーシスターズ出てきてほしいな、ぜひともお願いしますオッケー、じゃあ次行ってみましょう、はい、じゃあ次はこちら、ポピーガイズ How to use a gas mask in chapter 3、 チャプター3でのガスマスクの使い方How to ビデオだわ、 OK 見てみましょう、 Yes, let's play ガスマスク、あーもうつけてたんだガスマスク、あ、え、ハッピーちゃん、あ、戻ってきたって、会いたかったって言ってた、 Ooh, this is a fancy door. フェンシードア、あ、ちょっと待っててみたいな、え、ポピーちゃんがまたガイドしてくれるのかな、気をつけて、危ない、高い高い高い、気をつけて、え、This way、 嘘だろ、ここ降りろっていうのかい、ちょ無理だろそれは、やめとけよお前、おい無茶すんなおい無茶しすぎだろ、何、うわーガスマスクつけて、早くつけ方教えて、つけ方、さっきつけてたやんっていうかほら接近してる、なんでさっきつけてたのに、もう一回つけて、あ、おお、アイテム欄から使う的な感じ、アイテム欄から使う的な感じなんだね、あ、なるほど、あ、終わる、終わったわあーハウトゥーでしたねガチでガスマスク多分こういう風に使うんだと思いますよ、本当にこうやってアイテムからこうねつけるみたいな、あーでもどうだろうね、こうファンメイドでこれだけ作られてたらさ、本家がまあやらないかもしんないねじゃあガスマスクは何なのって感じになるかもしれません、はい、 OKOK、 じゃあ次行ってみましょう、はい、じゃあまたポピーガイズです、ダーディーグラッ、グラッド、グラップとか、キシミシー、ダーディーがキシを捕まえた、キシニーズヘルプを、キシミシーが助けを求めてる、キシミシーもね気になる存在ですからね、オッケー、じゃあちょっと見てみましょう、捕まれてるえぇ、ー、何みたいな感じしてるやんキシもさ、オッケー、じゃあ見てみましょう、レッツプレイ、あーいきなり、いきなり連れてかれたキシちょっと今助けに行くから待っててね、何ここ、え、そっち行ったよ、だ、え、なんかめちゃめちゃ洞窟みたい、え、てかめちゃ雲の巣張っとるやん、ガチで掃除しろ雲が張るような場所にお前誰も住みたくねえぞ、まあ、住んではないか、工場だしな、あー、マミ大変だ、ここに連れてこられてたんだ、大丈夫マミ、あー寝てますね、ちょっと起こすのはまずいかも結構巣、マミーの巣なのかな、でもマミーの巣なのにあんな感じで寝てるのはおかしいな、こいつクモの巣ちょっと避けろ、これ、あダディ、ケシー持ってるでしょ、こいつか、やったのは
ダディお前敵なのか、ちょっと錯乱してるのかもね。マミーもほらやっちゃってたし、あ終わった、早いな。ちょっとさ、マミーもう一回ちょっといい、マミー、マミーさん、マミー寝てるんでしょうね。ダディもいたってことはやっぱ自分らの家なのかもしれません。じゃあいいんじゃないでしょうか。じゃあ次行ってみましょう。オッケー、じゃあまた戻ってきましたよ。モチャゲームズ。ポピープレイタイムチャプター3。ハギーランド。ウィスパーズ?ウィープス?って読むのかな?あ、ディーゼー。ハギーランド。やばい。ちょっと楽しみだな。いきますよ。レッツプレイ。うわ、暗い暗い。でかっ!すごい!めちゃめちゃリアル!ハギーランド楽しそう。めちゃめちゃ物騒だけどね。なんか、檻みたいになっててさ。ところどころ錆びてるし。なんだ?トタンで作ってあんのか、ハギーランド。ちょっともう少し、漢字よくしてよ。今のとこ全然楽しくなさそう。お、安定し、あ、また、あ、またこれでどんどん行く感じか。なになに、時間ないよ。早くなんかして。もう3秒くらいしかなかったよ。なんかしなきゃ。ちょっとお前、やる気がゼロかよ。あ、なんかして、ほら。アウトサイダーイン、ファイ、FYF。あ、だから侵入者ありってこと?なになにこれ。これなんかフラフみてえだな、なんかちょっと。FYF って書いてあったしな。やばいやばいやばい、なになに?なにこれ?どこに入ってんだよ、今。あ、エレベーター乗ってたのね。どこ行くんだろう。なんかどっちも同じ手みたいになってない?これ。緑と黄緑の手みたいな。なんで両方同じ手つけてんの?あ、またなんかモニタールーム。モニター好きだな。まあ、もう工場の機械ぶっ壊れすぎだろ、ちょっと。どこもかしくもぶっ壊れとるやん。あ、さっきの場所じゃん、これ。え?同じじゃん。同じのは別にいいや、もう。あー、なんかまたどんどん、同じだわ。ちょっと同じでしたね。残念です。オッケー、じゃあ仕方ない。最後見てみましょう。頼むぜ、今度こそ、おもちゃゲームズ。はい、エントランス to プレイケア。ニューキャラクター found in ポピープレイタイム。チャプター3。やばい。プレイケアのエントランスで、新しいキャラに出会うみたいな。これは楽しみですね。じゃあ最後見てみましょう。レッツプレイ。あー、また片腕ないわ。これが、プレイケアの入り口?おー!すげえ!あ、リアルで、ここはめちゃめちゃリアルなんだよね、毎回。え?本当にゲーム作ってんじゃない?これ。ちょっとプロジェクトプレイタイム要素もあるね。めちゃめちゃ上手な絵。うん、上手な絵ですね。ああ、ほら、プロジェクトプレイタイム見た、ちょっと。プレイケア入れんのかな?ちょっとね、進んでほしいよね。あ、なんか、いや、レバーあるよ。開く開く開く、何か出てくんの?どんなキャラクターに会えるんだ?どこ行くどこ行くお前。どこ行くんだ?あ、なんかいる。どんなキャラクター?ああ、ナメクジ猫みたいなやつ、終わったわ。早い早い早い。もう、チャプター3、もうちょっと見せて。ごめん、最後に一個だけね、モチャゲームズのやつ見たいと思います。文蔵です。in チャプター3。文蔵バニーが死んじゃうの?勘弁して。これだけ最後に見ます。いきますよ、レッツプレイ。もう早くない?でも超リアルやられてる。ウンゾバニーでもなんかね、公式でもちょっとやられてるの出てたもんね。とんでもないやり方しとんな。え?めちゃめちゃリアルじゃない?過去一番リアルなんですが、それは。すごくない?ゼア、え?何がフィア?あ。え?なになになに?プリーズ、なになに?あ?ちょ、早い早い早い。いきなりおい!なんだこれ!クーポンコード?おいおい、な、宣伝すな!宣伝すなよ、何やってんだ。何これ、ちょっと Thank you for the watching。 何やってんだ、モチャゲームズ。
いや残念だよ。でもほらちょっと仕方ないね、ほんと仕方ない。もっちゃんゲームズさんばっかりはもうなんかよくわからんけど宣伝してました。はい、まあでもこれこう、まあ、映像はめちゃめちゃねすごい。このやつが本気でいろいろ作ろうとしたらもうそれゲームチャプター3ができちゃいます。はい、まあ公式さんの方もねまたね今後もねどんどんいろんな情報が出てくると思います。取り急ぎこのブンズバニーがなんかやられてるやつみたいなのあるんですが、それをねちょっと考察したいと思いますので、でまあそれ楽しみにしていただければと思います。ではまたチャプター3の登場を皆さんで楽しみに待ちましょう。それではまた会いましょう。ココココランボー、バイバイ。